あとくダラは、五三国時代、挙兵した県ケ県ンケンが、白木によって滅ぼされた、クダラの復興を唱えて建国した国。県ケ県ンケンは、小州の豪農出身で、最南海で軍港を建てて、頭格を表し、白木により、将軍に抜擢された。しかし、県ケ県ンケンは、将軍の位に不満を持ち、根拠地の最南海で勢力を蓄え、挙兵を準備した。892年。 農民一揆に乗じて拒兵し、武鎮州、さらに関山州を占領し、当初、白木西面と統治式平和制を受け、自設とと全部高等州軍事、行前州市試験を支柱、進む、上柱国、関南軍開国公と称した。900年、王となり、国号をくだらと定めた。920年、県県は、白木西部の広野城を攻略し、さらに、 高麗南端の進む霊城に進軍し、高麗との先端を開いた。当初、勢力は互角であり、922年、極洞は日本に参戦を要請したが拒絶された。高騰にも長考したが、名ばかりの感触しか得られず、実質的な援助はなかった。926年10月、極洞は、近所を占領し、白木の敬愛王を自殺させた。高麗王,王権は、 白木の救援に赴いたが大敗した。同年12月、県県は、休戦を申し入れ、927年3月、王県はこれを受諾したが、同年5月には再び戦闘が再開された。929年、極らは、継承北道で海進撃を収め、再び、日本に援助を要請したが、再び拒絶された。930年、高来は、 反撃に転じ、古将軍において後くだらは大敗した。934年、ケンケンは、再び急戦を要請したが、王権はこれを受け入れず、後だら軍に対して、攻撃を続行した。935年、ケンケンの長男の新権は、次男の両権と三男の劉権と共謀して、父のケンケンを遊兵し、後継者の予定だった四男の今後を殺害した。 同年6月、初代後くだらの子二騎士だったケンケンは、娘を連れて、後来に投稿した。王権はケンケンに、なお父の称号を立て祭り、父親に準ずる敬意を表して優遇した。936年6月、ケンケンは、自ら息子の親権を討伐することを王権に来い、王権は、ケンケンと共に後、くだらを滅ぼした。ケンケンは、間もなく死去し、両権と劉権は、 真珠に流され、その後殺害された。同時に、王剣は、剣剣の娘婿の僕秀樹に借与を与え、剣士の怪獣に努めた。ありがとうございます。